結構あのそうだよね。僕あのちょうどね二十歳ぐらいの時にあの池袋東京はサンシャインのお膝元ですよ、うん、池袋で、うん、やっぱこうみんなでね、うん、学生の仲間とか飲んでて、うん、わーって酔っ払ってわけわかんなくなって、うん、おーじゃあそういうとこ行っちゃうかって気が大きくなっちゃって、うん、でバイト代入ったばっかだしと思って、うん、ようわからんいわゆる客引きですよ、うん、あのね、うん、そういうのに、うん、なんかいいよとかわけもわからなくて酔っ払って、うん、みんなであーじゃあ行こうぜっつって、うん、あーじゃあよろしくお願いしますよっつってついてってまんまとお店変なビルの雑居ビルみたいなとこ入ったんですよ、うん、お行ったのですごい店真っ暗でうん、暗がりのところでボックス席みたいなところに座らされたわけですよ、うん、だから一人ですよ、うん、一人で、うん、他のやつだと結構分かれちゃってみんな別々のところ行ってみようって、うん、入ってボックス席入ったら、うん、なんか女の人が来たんですよ、うん、来たんですけど真っ暗だから、うん、ペンライト持ってこう来て、うん、でそして最初にいきなりこうなんかウーロン茶を出されて、うん、ウーロン茶ちょっと飲んでて、うん、したらこうこうメニューみたいなの出された、うんうん、でペンライトあったら入会金5万円って書いてあってそっからいろいろなんか何万円何万円みたいな感じで、うんうん、え入会金5万円ってみたいな感じであ、今あのバイト代で入っている、7万円が一応あったんですけど現在全財産カバンの中に、うんうん、えみたいな感じで、うん、で今日ここで何とかで、何とかでな、いくらだからいくらだからって、うん、もうその段階でもう十何万円になってるわけですよ、うん、座ってまだ滞在時間は5分ぐらいですよっつってでいやおかおでちょっともう一瞬でもうそんな気分も酔いも覚めてそろそろそうだよなやばいなと思ってどうしようって話をし話しいやお金ないんですけどみたいな、うん、そう困るねって言ってちょっと店の人呼びに行くって言ったらもちろんのごとく屈強な人がやってきてお前金ないっちゅうかすごいですよもうシティハンターの海坊主みたいな人が来て来てグラサンでうわやべえっていうのが来て、うん、あどうしようかと思って、うん、でもすいません本当にお金でその時でも7万円全部取られるのは怖いなと思うけど、うん、ありがね1円もないとやばいなと思って、うん3万円だけをこう、うん、このカバンの二重底みたいになってたから、うん、そう隠してあと封筒に入ってたから、うん、あ4万円をね、でこれだけしかないんですみたいな感じで、うん、でもそれ全部巻き上げられましたよ。うそ、何もしてないのに。何もしてない。ウーロン茶一口。ウーロン茶4万円。4万円。それはあの別に工具とか関係なく、ただそういうキャッチにあっちゃったっていう。そうです。だからもうそれ以来もう怖くて。ああ、それ系に見えるからね。怖くて。ね、ああ、だからもうね。本当。すごいもう加減なりですよ。うわあ、でもそういう体験辛いような。でもそのキャッチで来てたやつとかはそういうのに言われて、た、安いって言われが来たんだけどったら、そんなやつしか店関係ないとか言われて。ええー。うっそー。その後ダッシュしてそいつを探しに行ったんだけど見つかんなくってね。これでね、この業界でそういうあのそういうあの人に引っかかったの2人目だよ俺。本当ですか。聞いた話2人目だよ。その人は7万円取られたって言ったの。地獄ですね。ね、でお金ないからって、あの日配連の会員証置いてたって。次の日払いに行ったって。で聞いたらなんか、あのなんかちょっといろいろ裏で繋がってて、はあはあ、実はそのキャッチしてた女の子が俺の知り合いだったりする、うわもう申し訳なくて、はあはあはあ、なんかそんな話もね、ね、ありますけど。